爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第13節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。出た、キーパー前に出た。これはゴールキック。スローイン。いきなり始まるドリブル。素晴らしいゴールです。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。20分経過しました。シュート、これはゴールキック。主審笛を吹いた。キーパーは壁の枚数を指示しています。キーパーファンブル。カポッソ守り切った。合わせた。危険なタックル。これはイエローカードを取られました。ここは集中どころでしょう。これはゴールキック。必要にチェックを仕掛け、アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。同点に追いつかれてしまいました。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。動き出しが素早いです。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対1。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。
はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。最後のところで崩せない。さあここからどう攻める。取り決まった。ゴール。エクセレントゴール。再び引き離します。さあもう一度見てみましょう。押し込んだ。大きくクリアしました。後半20分経過。ドリブル。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。抜かれた。主審ファウルを取りました。ここは集中どころでしょう。ゴール回しに嫌われた。主審笛を吹いた。スローインです。あと5分です。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。